どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室、ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回はマッキーです。牧原紀之さんの曲で、冬が始まるよ。もう2019年のね、12月、もう始まっていくかなって感じですけれど、やってみようと思います。で、この曲、いつものように2バージョンをやります。最初のバージョンは初心者様でもできる簡単版。後半はかっこいいリズム、リズミカルなかっこいい版なんですけど、ちょっと事前に、この曲はですね、サビでですね、転調といって、キーがこう、ドッと上がるんですよね。それ、キーを上げると、すごく、難易度が高くなっちゃうんで、ここはガズレレ流ウクレレレッスン動画の材料として、キーを上げない、転調なしバージョンでやります。で、転調したバージョンもやりたい方も後でちょっとその辺のこと解説しますんで、ちょっとご覧になっておいてくださいませ。さあ、音楽始めません？皆さん、音楽聴くのもいいけどやる方が楽しいんですよ。ウクレレだったらですね、音楽が苦手だなとか、私は楽器は無理だなと思ってたあなたもすぐにできますから、これ簡単なんですよ。ウクレレさんっていうのは本当にね、素晴らしい。ちっちゃいし、持ち運びもいいしね、弦も4本しかないんで、音も優しいし、はい。で、簡単なんですけど、始めたらわかります。ものすごく奥も深いんですよ。なんで簡単なだけじゃなくて、しっかりこう取り組める、こうずっと付き合えるね、パートナーみたいになってくれると思うんで、ぜひ皆さん始めていただきたいです。今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネル見てるだけで、どんどんウクレレが楽しくできるようになります。もうちょっとしたらこんなにリンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通りにガズレレ YouTube 動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、あっという間にすぐ弾けるようになっちゃう。これが素晴らしいところでございます。YouTube ですから、いつでもどこでもスマホでも見られます。ちょっとの隙間時間にすぐ音楽ができる。はい、皆さん始めましょう。無料ですからね、YouTube ですから。はい、リンクありますよ。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたありとあらゆる音楽がもう900曲、いやもう1000曲ぐらいあるんじゃないかな。すべてのあらゆる音楽をウクレレで簡単にできるようにしたレッスン動画としてもアップロードされております。さっきのリンク先のところに行くと、検索できたりジャンルボックスから、探せますから、お気に入りの曲どんどん探してウクレレで今度は聴くだけじゃなくて、自分で演奏して歌っちゃいましょう。それでは早速行ってみようと思います。ガズレレで超シンプル簡単バージョンにした転調なしバージョンの冬が始まるよ。やってみます。
冬が始まるよ、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。今の聞いていただいて、2つちょっとまずご注意点がございます。まず1点、ショートカットバージョンです。これは今の1番やって1番サビ2回繰り返して終わったというガズレレオリジナルショートカットアレンジになってます。フルでやりたい方、2番のあの歌詞とかコードとかこうまた書き足してコード進行一緒ですからね、ご自分だけのこの楽譜を完成させてください。あともう1点、先ほども言ったんですけど、キーね、キーの転調がサビで本当は転調してるんですよ。転調っていうのはキーがガッと上がるんですよね。ウクレレでやるともうすごく難しくなっちゃうんで、ガズレレではいつもこういう時は、ね、転調しないバージョンで、簡単アレンジでやらせてもらってるんですけれども、もし原曲通りのイメージを、ね、やりたいなという方は、3フレットのところにこう指ガッとつけて、そこのところで Am とか F とかやっていくといいと思います。こういうカポタストっていうのを3フレットにはめて、同じように Am とかやっていくといいというふうに表現しておきます。ここで3つ上がるってことですね、キーが。3つ。はい。これを覚えておいてください。で、動画と一緒にできるようになった方も自分でノートに書いて歌ってみるのをお勧めしますね。その時のまあ参考になるように私のノートを見ていただきます。見てください。イントロなんですけど、これ見て、下にくるっと囲ってるやつ、ここ F マイナーって書いてありますけど、ここに囲ってるやつは、後半やるかっこいいバージョンで使いますよということでございます。まあ伸ばすとかは共通ですけどね。そんな感じでございまして、この A メロからちょっとメモっていってください。テロップの方がわかりやすければそっちでも全然大丈夫。大丈夫だと思われます。上にこの点が書いてあるでしょ。この点でガズはこのタイミングを測ってます。はい。もし参考になればこういうのも一緒にメモってもらうと面白いかなと。まず A メロ、はい、じゃあここで一時停止ですかね。じゃあここ B メロでちょっとここいろいろ書いてありますけど、後で解説します。ここちょっとリズムをちょっと変化つけたいところでございます。ここもちょっとコードが変わってくるということですね。はい。でここで問題のこのキーが変わるところ、この3行なんですけど、動画内でキーが変わるところはちょっとね、コードの色の表記を黒白反転にさせてますんで、そこはさっき言ったように3フレットにこうカッポ足すとできるようになるということでございます。で最後ここ繰り返してサビ終わったということになってます。一時停止でメモってってください。じゃあ出てくるコードの解説で、今やったシンプル簡単バージョンこれですね。 CAmFDmG7E7A7Em7、 ここまでのこのコードは、超入門コードのグループのこの、はい、ガズレレ必須コードということになってます。ガズレレ必須コードって何かというと、まずね、皆さんウクレレで音楽やろうと思うときにコードを覚えなきゃいけないんですよ。で、他の楽器では、別に意味はないんですけど、ウクレレにとってですね、ものすごく便利で、本当にね、助けてくれるコードのグループがあります。それをこのガズレレ必須コードと言っておりまして、呼んでおりまして、10個ぐらいあるんですよ、そのガズレレ必須コードって。で、全部いっぺんに10個も覚えようと思うと大変なんですけど、1個ずつはもう簡単よ。指1本の方がいっぱいあるんでね。ね、ちょっとコツがいるんですよね。でも10個いっぺんに覚えようと思うと。それ、私が解説してます。ここにリンク貼っておきます。ここのリンクで10個のコード、スッと覚えられますから。楽しく覚えましょう。今日は基本的には今のやった簡単バージョンはこのコードで収まって、今のは4つ弾きでゆっくりやったということでございます。はい。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンではちょっとコードそれ追加していきます。まずですね、はい。初心者の方がちょっと押さえづらいコードの代表、Fm のっていうコードを使います。Fm を押さえるところはここと、ここと、ここ。いつものようにこんな感じ。これが教科書通りの押さえ方でございます。しかしながらガズはですね、この人差し指で押さえてる部分、ここ親指でこう上から握っちゃうというね。はい。これはですね、どっちでもいいと思いますよ。楽な方で。はい。で、ちょっといろいろチャレンジしてみてください。人差し指で押さえる人は手が下に、親指で押さえたい人は手首がこう上に来るという、こんな感じで使い分けて、やってみてください。そしてもう一個ね、出てきます。一瞬ですけど、この G7 サスポーというコードを使いたいと思います。サビの前ですね。ここか。ここで G7 サスポーを使いたい。これは簡単ですね。G7 と G7 サスポーを行ったり来たりするということで、いつも出てくるやつですけど、G7 を押さえます。G7 はまずこことこことここでしょ。こんな風に押さえます。小指見てて。これ足したら G7 サスポー、離したら G7 です。こんな感じで使っていきます。この2つのコードを追加します。それでさっきのキーの話なんですけど、何回も言うんですけど、サビの中のテロップで白と黒が黒字になったところがキーが本来は上がってますからね。そこで、その通りやりたい方は3フレット押さえながら、夢が始まるよってところに上げてもらえばいいと思います。要はこれ押さえといて、ここで Am、F とか G7 とかこんな風にやる。か、あるいは、
そこのところになったらすかさずこのカポを3フレットにカポッとはめてやるとか、まあ、そういう離れ技もあるかもしれませんけど、ちょっとそれ、キー変えてやりたい方はチャレンジしてみてください。で、この曲のリズムですけど、全体的にはシンプルにドン8ビートのチャというリズムで軽やかにいってみようと思います。なんかこれ結構ルンルンしてるようなね、こうラブソングですから、これウキウキ気分が冬だけど、ラブ行こうみたいな感じで、こんなリズムです。ワン、ツー、スリー、フォー。跳ねてるような感じでルンルン気分が出るといいかなと思います。この弾き方行ってみます。じゃあここに、あ、ちょっと待った、その前に一箇所 B メロでですね、さっきもちょっとここに書いたんですけど、ちょっと面白いリズムをやります。ここタッ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 と書いてあって、ここ Em7 とここの次見てください。一弦の020決めって書いてあります。ここタッタッタッタ、ここで決めね。この Am のところでどんな決めが入るか、ちょっとここに一瞬書いてあるんですけど、こうツッたーたーたたーた、ここどういう風か、ちょっと口で言ってみるとね、こんな感じなんですよね。たったったったつったたたたたつったったったつったたたたた、今たたたのところでちょっとフレーズが入ります。ちょっとゆっくりやります。 Em7 でたったって止めるまず、たったった、これつまりカッティングですよ。カッティング、たったったったつったた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 はAm押さえたまま一弦の2フレット、ダダ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 、こうやってやります。ワン、あ、Em7 からタッ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 、うん、ダダダダタッ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 、うん、ダダダダ、このうんがポイントですよ。これためですね。これはカッティングといって、パッパッ、左手で今止めてます。このカッティングっていうのもちょっとやろうと思います。で、このパートもうちょっと練習してみます。ゆっくりやりますよ。ワン、ツー、スリー、髪をほどいてみたり、ダダダダダダ、うん、ダダンダダガ、パッパッパッパ、うん、ダダダダ、はい、もう一回ね。ワン、ツー、スリー、髪をほどいてみたり、ダダ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 、はい、タメが結構感じで、カッティングね。つまり最初のやつと言うと、8ビートのちょっとカッティング、これでこの曲やってみましょう。この二つのリズムの弾き方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの一枚で、その中から8ビートのチャとカッティングで、動画でそれリズムマスターしていきましょう。まず8ビートのチャなんですけれども、まず基本、超基本のリズム、8ビートというリズムの上に成り立っているもんですから、初めてストロークとかこういうリズム系チャレンジする人は8ビートをまずやって、その後8ビートのチャというリズムに行ってください。カッティングはね、ちょっと難しいです。はい、これ、ゲーム感覚でマスターしていきましょう。 B メロではちょっとね、あのリズムがこう特徴的ですけど、それ以外はほんとシンプルで、ほんとストレートにこう、うん、って感じで、あの元気が出る感じでできれば、この曲はまたいいんじゃないかなと思いますね。冬だけどこう雪をも溶かすような、そんな感じで元気もりもりでやってみましょう。それでは、冬が始まるよガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。テン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 、
いで。せーの、ガチャン。はい、冬が始まるよ。ガゼレレ流かっこいいバージョンやってみました。やっぱこの曲は今まさに本当歌いたいなという感じで、結局ね今冬だけど一年中ね君が好きだよと、そんなメッセージでございます。いいですね、素晴らしいです、ありがとうございます。ガズですけど、このちっちゃいグレレ持って日本中イベントを飛び回った2019年でした。来年2020年もどんどん行きます、よろしくお願いします。でホームページを見ていただくと最新情報ゲットできます。今のところですね、もう公開できるのはちょっとね今のところないんですけど、今ものすごく計画してますんで、もうね山盛りですよ。来年もよろしくお願いします。ホームページガズレレ .com ぜひチェックしてください。リンクもここに貼っておきます。あ、そうだ、 YouTube チャンネル登録まだの方お願いしますね。ここにボタンあると思いますので、よろしくお願いします。あとはこのウクレレ、このウクレレガズのわがままウクレレ、これもですね今ちょっと完売中なんですけど、次の入荷情報が受け取れるという、新しいシステムになりまして、その辺もホームページのところにご案内がありますので、ぜひともご注目くださいませ。あと本出してますよ。はい、リットミュージックから出てる100曲入りのガズの本、これがもうめちゃくちゃ大ヒット中。100曲だ、もうみんなが歌いたい曲100曲簡単にアレンジしてますんで、ぜひゲットしてください。 あとイベントとしてはですね、私サブチャンネル、 YouTube のサブチャンネルでガズトークっていうのをやってるんですよね。そのトークイベントっていうか、まあトークイベントっていうか、ただのオフ会みたいな感じですけど、渋谷でちょっとこう乾杯しながらおしゃべりしようぜというイベントが残すとのみになりまして、一応ガズトークのチャンネルも貼っとくんで、 お時間ある方は覗いてみてください。そんな感じで、2019年から2020年さらにどんどん行きますよ。みんなも音楽どんどん楽しみましょうね。はい、ありがとうございました。さよなら。